こよりちゃんのショールームと宮本亜美ちゃんのショールームにいました。こんばんは、こんばんは、こんばんは。亜美ちゃんとのショールーム見てた。ありがとうございます。ほんと仲いいね。そうですね、仲いいです。ご飯は食べましたか？無駄です。家帰ってから食べます。じゃあこんばんは、こんばんは。亜美ちゃんウインクして、はい、ダッピーウインクです。旧規制みーちゃん組みたよ、かっこよかった、ありがとうございます。先ぶりだね、先ぶりですね。こんばんは、ありがとう。お疲れ様です。半袖ね。そうです、今日は半袖です。暑かったしね、自主練をしてました、レッスンをさっき。ばんはまだみんないるの前に、2人ね暴れてます。ポータ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 私らのパートやカメラに抜かれないポタポタと。みなさんハート100をありがとうございます。こんばんは、みんなも結構います。だから遅くまでお疲れ様、ありがとうございます。そうやな、誰誰、レイポンとコヨリンです。今はみかにゃんのセーター見てます。いいな、見たいです。私もってことでアーカイブでまた今度見ます。今日は世界の記念日です、みかなさんの誕生日ということで。みちゃんさっき、こんばんは、さきぶり、さきぶりです。お久しぶり。あ、レイポンの好きなところを教えて。だってレイポン教えてと、まず優しいところと、いっぱい一緒にいてくれるところ2つ。あれ、いっぱいあるよ。あれないんかな。いっぱいあるよ、いっぱいあるけど出てこへんのや、いっぱいありすぎてるからダメなの。言ったら時間なくなるから、そう、火越しちゃうから。なるほどなるほど。こよりんはめっちゃ面白いところと、なんか見た目と全然違った性格なところが面白い。見た目どう思われてんのクールビューティークール結構さ、ふざけるやん、こよりん。あとみちゃんやん。みちゃん可愛いよ、ありがとうございます。知らんの。こんばんは、こんばんは。失礼します、痛い。みなかなさん珍しく涙ぐんでました。すごい珍しいですね、みたいです。チケットセンターのおしめ登録しました。あ、かわいいね、ありがとうございます。優しい。クーリンが横にいる。ちょっとチェックします。こんばんは、だるまありがとうございます。たくさん。YBCWBC？ なん？あ、あみ。じゃん、アイスに始まった、ありがとうございます、見てくれて。日曜日、あやみあやのショールーム配信定番になってるね。確かに結構休みの日にね集まれることが多いので。ゆなさん、誰も100個ありがとうございます。今日はまったり配信、そうですね。あみたん帰ったんかな。そうです、あみたんはお母さんが来て帰っちゃいました。一緒にやりたかったんですけどね。ごめんね。マヤイ飲みましたか？結構ね飲みました。目にかかってくるぐらい。待ってください。ありがとうございます。レイポン優しくしてくれる？してくれます。ヨンボさん、ハート100個ありがとうございます。え、それどうやってやんの？iOS 変えやなあかんのかな？ヴァイオリンルームからヤスミンルームからのアイミルームです。ありがとうございます。ハミちゃん自身お疲れ様、ありがとうございます。ハミちゃんのお母さん見たことあるの？ハミちゃんのお母さん見たことあります。
あれやってないの？大谷選手がホームランを打ちました、うん、すごい。お母さんの迎え可愛い。お母さん、妻ね、お迎えに来てもらってます。こんばんは、なんかできひんねん。ポレ、ポレッチポレッチできひんねんな。全部聞こえちゃってるよ。ごめんね。大丈夫だよ。わからん、聞こえてますか？こよりんとレイポンの声は。内又さん、内又さんいません。分からへんねん。あゆみが来た時からの濡れとった。レイがさっきシャラムしてる時も濡れてた。向かい待ちやな。そうでした。昔から濡れてんのかな。向かい待ちです。なんかミス。あゆみちゃんもいっぱい笑いのホームラン打てますように。そうですね、頑張ります。お母さんの、お母さんが車迎えするの聞くと小学生だなってなった。ちょっとまだ夜遅いのは危ないので。あみたん兵庫やから早く帰らん。あ、いやもんな、知らんけど。母さんは、あの、あみたんはね、お母さんが来ました。もう安岡さんを迎え来てくれるんよね。そうです。こんばんは。ボンボ4月号買ってみたよ。ありがとうございます。私もね、買いました。買ってもらいました。いつもブログとか写メの、写メのとかの写メ誰が撮ってくれる。急に踊り出すと自分で撮ったり、お母さんにね撮ってもらったりしてます。あみちゃんこんばんは。気をつけて帰るんだよ。頑張ります、頑張ります。明日は寒くなるから気をつけてね。はい、ありがとうございます。8時半終わったらいいんじゃん。なんで8時半終わって言ったのに。マジか。あみちゃんは今小学生と中学生の間、まだ小学生です。まだ卒業してません。そうそう、ブラックムーン美味しかったかな。めっちゃ美味しかったです。あのね、白いやつ食べたことあったんですけど、黒いやつは食べたことなかったんで、もう少しで卒業でね。寂しい、寂しいです。なんか受験で離れちゃう子とかもいるんで、いつも夜寝る時間とか決めてるの？決めてません、決めてません。でもう大体10時には寝れたらいい感じです。全部やることが終わったら寝るです。何隠してくんの、いつも。いつもってやめて。上州さんみたいな。31までは小学生よね。そうらしいですね。3月いっぱいは中小学生。まだ卒業しても小学生です。まあまあ邪魔するで。邪魔するんなら帰って。はいよ。あ、帰った。吉本新人。あゆみちゃんね、ナンバーサーディアルも買ったよ。8時じゃないの？8時までするよ。あと20分。小学生やもん、うん、あと20分です。8時までしかできへん。中学生になったら9時までやっけ。健康的だね。うん、そう。今日も可愛いね。ありがとう。私らは10時まで。愛用なんでやねん。もう一回しようかな。もう一回して。レイポンが愛用って帰りました。一緒にしようよ。帰りたいね。中学生の制服も楽しみだね。そうです、もうね、来ます。もう測りました。楽しい子。かわいい。来たよ。呼ばれました。呼ばれました。こんにちは。はじめまして。はじめまして。大丈夫かな。あやみのとこに初めて。そな、うん、なんならレイ、こよりのとこも初めて行ったけど。15歳がなったら9時までなんだって。そうなんよ。なるほどな。だから今の中3たちしかおらんからか、休憩には。うん、そう、多分中2ボム用、見る用、保存用、片徳用、3つと買いました。私もね、そのぐらい買ってもらおうと思ったんですけど、本屋さんに行ったら2冊しかなかったので、おばあちゃんとお母さんとで。ボム？うん、そう、ボム買ったよ。ほっぺで、ほっぺでたこ焼き作ってあって。たこ焼きほっぺ？うん、ヨシミンやろ。ヨシミンで、みんなのキャッチフレーズ割と覚えてきて。え、氷まで来て、たこ焼きほっぺで熱々にするのはヨシミン。シュアルームも春休みになると、あ、ヨシ平日のお昼もできない。ヨシミン応援してな。恋、恋よれいもう一回やって。こんにちは。こんにちは。たこ焼きほっぺ。違う違う違う。こんにちは。こんにちは。
待って、こよれ、れいこよだっけ、れいこよだよね、れいこよやな、たぶんれいこよです。まず、あ、でもいいんですけど、いいんだ正直。割とあやみとれいぽんはれいやや、あみぽん、あやみやろ、あみたん、あやぽ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 ん、れいのぽん、ぽんでいいんかな、あみれいかな、あみれいやな。でもな、れいが多いの。そうそうそう、れいがもう、れいおもやから。そう、だから昨日のれおんのあのブログとかも、ちゃんな、そうそう、れいは多分れいほんのやったと思うね、うん、れおんはほんのれい、覚えられるかな。れいにゃどうすんのよ。れいにゃはにゃほの、にゃほの。でもこよりとほのぴーは一回仮で送ったモバメンのタイトルがこよぴー、ほとんどはこよりやみたいな。そう、3姉妹ですかって。三姉妹ですか。ほんまはバブがいるんやけど、それな、帰っちゃったから、帰っちゃった、帰っちゃったからな。バブがれいこよ、前髪が伸びてきたよ、伸びてきたよ、後ろ髪も伸びてきたよ。この辺がいい、レイよりレイよりやって、レイよりレイよりどうする、レイよりレイよりレイ高き、レイ高きハガキ、あーあれやな、ハガキってもう、でも言ってたよな一回、ハガキ、ハガと板書き、そう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 、ハガキにする、 NNB レイつくメンバー多すぎもん、失礼します。おお、ショールーム、うん、何時から、8時、うん、かぶっちゃうよな、うん、かぶってないよ、かぶってない、うん、ほんまに、うん、ちょうど会ってる、8時から。レイつくメンバー多すぎ問題、かわいい、学校行ってきたん、久しぶり、あんま今配信してるから、あんま配信してんの、うん、ゆかたんが来たよ、こんにちは、お、ゆかたんって言ってる、声でわかるんや、みんなさん、すごい、帰ってください、こっち来てください。こんにちは、ゆかたん、ごめんごめん、かわいいね、ワンピース、すな、めっちゃかわいい、ポッソい、かわいいね、ありがとう、ペンチや、ペンチ溢れてます、やだいいな、美味しそう、さっきコヨリンとその話してた、そう、お持ち帰りにしたん、うん、いいな、ゆかたんの声、ま、ゆかたん、わかんやさんの声と似てるって、そうなんよ、あでもにゃんとワンダ、バイバイ、食べてーな、さよな、いっぱいいけて、あと10分くらいかな、ま、足りるかな、足りると思う、うん、ボンブのさ、エピソード、エピソードのボム、ボム、ボムのエピソードはでも寒すぎたな、寒かった、めっちゃ寒かったよ、めっちゃ寒かった、もうなんか紙面ではほんまにめっちゃ決めてるけど、うん、こんなんやったな、で写真撮るときだけやっ、そうやった、ほんまにこんなんしてるけど、撮影終わったらみんなでさ、おしくぶらまんじゅうみたいにくっついてたの、ちょっと、確かに、めっちゃ、めっちゃ寒かった、なんか移動にダウン着てたんやけど、うん、そのボア付きのやつが限定4枚やねんな、そう、そう、それで最初着ててんけど、こよりとてんなとレイポンとレイオン、うん、レイ着てなかった、え、なんかさ、撮ってくれてたやんか、レイなんか、うん、レイなかったよ、え、なかったんだよ、 4枚あるはあるねん、レイじゃなかったんだから、レイ撮ってくれてるって言ってくれたやんか、うん、でもなくて、え、普通のペラペラ着てたよ、マジで、うん、まあボア、え、マジか、まあボア付きが4枚あって着ててんけど、なんか撮影の時に1回袋に入れて、でもう1回適当に着たから、私は最終ペラペラになった、あ、そうなんよ、そう、寒かった、あのたまにカイロが入ってたり入ってなかったりして、そう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 、カイロをもらってたから、カイロな、みんな背中に貼ってんねんな、あれ実は、うん、背中にも貼ったしな、持ってたし、貼るのも持つのも持ってて、レイポンは何時から配信、8時半頃です、8時半頃、見に来て、あげ、見に行ってね、レイポンウィンクして、うわ上手、レイポンウィンク上手な、これはだよみよくやってたな、レイ、小百合にウィンク、え、わからん、なんで鏡で目合ってたやってたんかな、なんでめっちゃやりやってたやん、え、小百合もやってた、あんたよくやってたやんか、セレクションの時、うん、マジか、覚えてないかも、フォーキー、あ、言ったか
あ、まあまあまあ。やべ。でコメント読んでください、お願いします。すいません。そこに。ああ。とちょっと待って。おあくびのあやみちゃん、あやみちゃん猫よりの配信でね、あくびを2回しました、うん、あ、そうなの、うん、知らなかった。なんか2回ぐらい止まった、じゃあ3回やった、うん、2回ちょっと途中で止まったけど、うん、最後めっちゃ大きいあくびしちゃった眠たかったの。いや、なんか分からへんけど普通に出ちゃったの。出ちゃった。ありがとう。いいよ。あと、あと13分。あやむちゃんは小学校では身長高い方ですか？低い方ですよ。低いのが意外な。低いですよね。あのね、あのね、何だったっけ？背の順から前から4列目なんです。見てたな。うん。レイと変わらんのにな。そう。なんかな、前の背の順でな、横とか近くにおった子、前におった子がほとんどめっちゃ後ろ行ってて。え、伸びたってこと？そう、その子。あやみも伸びたのにな。うん。結構悲しかった。周りの子みんな身長高いですね。なんか一番高くて165センチぐらいいます。やばい、高っ。え、小よりより高ない？高い、リオより高い。背伸びしたらもう170いくぐらいいってた。え、すごっ。でもレイの友達バレー部の子も小6の段階で165とかあった、ね、高っ。高い、ね、バレー部ってやっぱ伸びるの？伸びるよ。伸びるとは言うよな。でもえ、なんか、あ、そうやねん。何しらけてるのがやばい。レイ高くなったやん。だって高なったん？なってない。20歳なので、公式プロフィールには153って書いてるんですけど、実は 152.5 なんです。え、詳しい。この間測ったら変わってて、159.4 やけど、もうちょい伸びてんの？もう伸びていけそうなんやけど。 159.4 なんや。そうそうそう、あの、うん、159.4 やねんけど、でももう160って言っていいよな、多分。うん、いいと思う。ジャンプしてたら伸びるらしいからな、知らんけど。でもジャンプ力は確かにめっちゃつくんですよ、バレーしてたら。だからジャンプ力はね、ついたのに身長がね。テニスしてたら握力つきます。あ、めっちゃ握るから。え、テニスとかさ、こういうなんかどっちかにさ、力入るやんか、なんかどっちかだけがムキムキになるとかはあんの？え、なんかもう気のせいかもしらんけど、中学時代な、こうやってやった時こっちの方が太かった気する。やっぱそうなるんや。なんか太かった、筋肉で。へえ。あやみは部活してないの？してない。ないよな。やってもすぐやめてた。あ、小学校にあるんや。一応あって、クラブがあったよね。4年生からは陸上部に入れて、5年生からは、うんうん、サッカー部に入れて、うん、サッカー部とバレー部に入れんねんけど、うん、4年で陸上やってすぐやめて、5年で陸上やってすぐやめて、うん、え、ちゃうん？違う、全部違う。3年生が陸上とバスケ、うん、4年生がサッカー、5年生がバレーで、うんうん、4年、3年増えていく感じ。そう、3、4年は陸上やってたけどすぐやめてて、うん、3年やっても、3年もやっててもすぐいかんくなって、4年もやっててもすぐいかんくなって、うん、5年もバレーもやっててもすぐいかなくなって。あ、全部すぐやめたって感じ。でもいっぱいやってたんや、うん、いいやん、めっちゃいいよな、そういう学校は。これで手芸クラブやったで。レイは小物作りクラブやったよ。ダンスクラブ、多分一緒やんな、うん、内容的には。皆さん、どんな部活にちゃう、何だったっけ、部活とかクラブ、部活だ、部活、部活、合ってる、部活。なんか小学校さ、レイ、あれ地元ちゃんタワー、タワーありがとうございます。地元スポーツクラブと学校のクラブがあった。熊ちゃんだ。熊ちゃん。これバレーは地元のスポーツクラブやった。元々じゃないのかな。そうなん？そう。え、小学校してて。たくさんありがとうございます。なんか小学校はクラブ活動みたいなのがあって、うん、特活みたいなやつ。マヤミの。で、レイがやってたバレー部はありがとうございます。地元が、地元っていうのはなんか地域のクラブって感じだったの。うん、
なんかあるよな、たまに。そうそうそう、スポーツなんちゃらみたいなやつ。それやっぱテニスやっとったら利き手の方太くなるんだ。マジ？そうなのよ。この人も大丈夫なの。小入は握力が強くなって、でもほんまに中学の時の方が肉しかった気する、筋肉で。なんかあゆみちゃんいろいろやってたけどね、全然やってないよ。でもあゆみ、なんやろな、ダンスも出たんやろ。うん、前は NMB 入る前は、うん、入るために習わせてもらってたみたいなのがあったっけ、オーディションの時に。うん、すごいな、オーディションですごいが、うん、やってもついてきられるように、うんうん、習わせてもらったままに。すごいな、頑張ってたんや。ほんでバレーでもそんな身長伸びなかったですよね。やっぱり伸びる人と伸びひん人おんのかな、それともたまたま。もともと高くて始める人もいるかも。待ってな、うん、なんかそのこわいっぱいギフト、うん、俺にした方がいいかも。絶対さん、あーでっかいクマ、うん、ありがとうございます。すげえ、めっちゃかわいい名前。ピンクのクマ、めでたいさん、ありがとうございます。風船、これ何、風船、風船かな。風船もすごい、ありがとうございます。いっぱいタワー、違う違う違う、ギフト、何スターやっけ。レインボースター。あー、レインボースターってさ、これん、どれや、結構したかな。あ、これ、あ、これこれ、うん、うん、あ、これすごい、くまちゃんか。音あ、レイポンセッター。そうです、セッターでした。主にね、セッターをやってましたよ。はい、で私はうん、前衛でした。前衛。あみはね、まだね、入らせてもらえるぐらい、入らせてもらえるより前に辞めちゃったから。あ、ね、うん、あ、全然もうやってなかった。すぐ辞めちゃった。わ、すごっ。あれ、なにこれ、これはなんなんやろ、わかんない。これはミラーボール。それいつも勝手にミラーボールって言ってんねんけどさ。ありがとうございます。ミラーボール、アキラさん、アキラさんだ、アキラさん、ありがとうございます。多分合ってる。あと5分ゆみさんのさ、あ、あと5分だ。ん、ゆみさんのゆみちゃんの話が、あ、やってた、うんうんうん、好きやね、あれやってた、やるよ、最初にやる、めっちゃ好き。うん、めっちゃ可愛いの、なんかさ、ふいめっちゃ可愛くない？可愛い、可愛い、めっちゃ好き。衣装も可愛い、うん、わかる。あれ、ハラカレンさんのな、やばい、天才やな、すごい、可愛い。なぎささん、れいこさん、バレーボール出身。そうなんです。あ、なぎささんは知ってます、なんかの動画で見ましたよ。返事が多いんですよ、返事がいい、バレー部が、うん、なんかさ、そのバレー部やから返事いいんじゃ、返事が大きいんじゃないのっていうなんか動画をこの前、なぎささんのやつ見た。あ、そうなんや、なんかの流れてきた。結構め、結構でかかった。マイティさんも身長高いね。結構なんかマイティさんさ、めっちゃさ、スタイルよくない？いや、スタイルいい、マイティさんな、うん、なんかさ、スタイルいい人多いよな。カリンさんもめっちゃいいしさ、え、 NMB って結構高いよな。でも、うん、はい、高い。で、みんなあの顔がこんなんです、うん、やばい。え、ほんまにちっちゃい、やばいよな、びっくりしたもん。なんかこの前さ、うん、その杉浦琴音さんの店行ってさ、うん、行ってたな、写真一緒に撮らせてもらってんけど、うんうん、やばかった、やばかった、見たけど、これやった、ほんまに。こんなに前髪よりちっちゃいんじゃないかなぐらい、もうやばかった。ほんまにめっちゃ小顔でした。あゆみちゃんもスタイルいいよ、ありがとうございます。さあ、今日も待ってね、ありがとうございました。何分、今56分、そろそろ、ありがとうございます。すみません、ちょっと充電がことで、もうそろそろね、終わっちゃうんで、ランキングを読みたいと思います。では行きます。13位ひよこさん、ありがとうございます。12位まっちさん、ありがとうございます。11位まさはるさん、ありがとうございます。10位あきらさん、ありがとうございます。9位
ぬーりちゃんさん、ありがとうございます。8位、ハリーポッターメガネのひげおじさんさん、ありがとうございます。7位、しもさん、ありがとうございます。6位、ジョルさん、JOEL さん、ありがとうございます。5位、ヤモさん、ありがとうございます。5位、ヨモさん、ありがとうございます。4位、リナさん、ありがとうございます。3位、タカマサさん、ありがとうございます。2位、わさびさん、ありがとうございます。1位、めでたいさん、ありがとうございます。2位、ヨさん、いつもありがとうございます。今回はちょっと短かったんですけど、またいっぱい配信したいと思います。休みの日とかのお昼とかはね、いっぱいできます。でいっぱいの時はまた見ててください。ありがとうございます。最後にぶりっこして、最後にぶりっこ、うん、っこ白状タイム、ありがとうございました。またありがとう、気をつけて帰ってね。ありがとうございます、ぶりっこ。学校も頑張ってね、頑張ります。ではまた明日もできたらしたいと思います。またね、ありがとうございました。またね、おやすみなさい。